どうしたんだ、ねずこ。何の悲鳴だ。ああ、呪術廻戦の五条先生が倒れてる。そうなの。竹やぶへ新しい竹を探しに来たら、呪術廻戦の五条悟先生が倒れていたの。一体どうしたんだろう。早く病院へ連れて行かないと。あ、五条先生の下に何か文字が書かれたものが置いてあるよ。え、本当？気づかなかった。何があるのかしら。これは、もしかしてダイイングメッセージってやつ？ダイイングメッセージ？一体それは何？倒れている人が最後の力を振り絞って誰が犯人かを教えてくれるメッセージのことよ。五条先生は倒れる前に力を振り絞って、このダイイングメッセージで私たちに犯人を教えてくれているんだわ。そっか、じゃあこの文字に書かれている人が五条先生を倒した犯人ということだね。きっとそうよ。なんて書かれているか見てみよう。五条先生が倒れている下には、あ、ひらがなで木という文字が書いてあるみたい。犯人は木のつく人物ね。木のつく人物、木のつく人物。呪術師最強の五条悟をやっつけるなんて相当強い人ね。相当強い木のつく人物、相当強い木のつく人物。あ、お兄ちゃん、私わかったわ。本当か、ねずこ。一体誰なんだ。今連れてくるから待ってて。うん、わかった。ねずこは一体誰を連れてくるんだろう。みんなはもう予想ついたかな。予想がついた人はコメント欄に書き込んでみてね。お兄ちゃん、木のつく人物連れてきたわ。お、ねずこ、一体誰を連れてきたんだ。五条先生を倒した木のつく人物はこちら。どうもこんばんは、鬼仏寺無惨です。釜のねずこをこんなところに呼び出して俺様の仲間になる覚悟はできたのか。お、かまど炭治郎もいるな。よーし、二人まとめてやっつけてやろう。あれ、大変じゃないか。誰か倒れてるぞ。二人とも早く手当てしてやれよ。この人倒れたまま放置してるのか。大丈夫ですか。どうして倒れてるんですか。とぼけないでよ、鬼仏寺無惨。え、何を。ねえ、何を。五条先生をやっつけたのはお前だろ。この人五条先生っていうのか。俺様初対面なんですけど。鬼仏寺無惨、あなたが五条先生をやっつけたんでしょ。正直に白状しなさいよ。いやだから俺様初めて会ったって。この人、しかもかまどねずこ喋れるようになってるし。とぼけるな、鬼仏寺無惨。かまど兄弟は前も別の動画で俺様を間違えて犯人だって言ってたんだけど、また忘れちゃって俺様のこと犯人にしてるのかな。あの兄弟に説得しても俺様の言うことは聞いてくれなさそうだ。ねえ、動画を見てるみんなで俺様が犯人ではないと思ってくれた人はグッドボタンを押してね。グッドボタンを押してくれたら、あの兄弟も俺様が犯人ではないと気づいてくれるはず。そして真の犯人を見つけてくれるはずだ。みんなお願い、グッドを押して。ああ、よかった。朝ブームを見ている視聴者の人はみんなグッドを押してくれたみたいだ。みんなしっかりした人たちで本当によかった。あれ、動画を見てくれてるみんながグッドを押してるよ。ということは、五条先生をやっつけたのは鬼仏寺無惨ではないということね。一体誰が真犯人なんだろう。五条悟、火曜サスペンスが迷宮入りしそうになったその時。あれ、君たちどうしたの。五条先生、無事だったんですね。うん、無事、ピンピンしてるよ。で、炭治郎とねずこ、どうしたの？こんなところで。五条先生が何者かにやっつけられて竹やぶで倒れていたんですよ。五条先生、犯人の名前をダイイングメッセージで残してくれたんでしょ？ここに書いてある、木のつく犯人は一体誰なの？木のつく犯人？ああ、このメッセージのことか。この木は、犯人の名前じゃなくて、
呪術廻戦も鬼滅の刃ぐらい大ヒットすればいいなぁと思って、鬼滅の刃みたいに大ヒットしますようにって書こうと思ったら、鬼を書いた途端に眠くなって竹やぶで寝ちゃったんだ。え？ということは、この鬼はダイイングメッセージじゃなくて、鬼滅の刃の鬼で、五条先生は倒れていたんじゃなくて、竹やぶで寝ていたということ？そう、そういうこと。ズコー！絵面やば。なんだ、五条先生は誰かに倒されたわけじゃなかったんですね。お昼寝してただけだったのか。よかった。ぐっすり寝たらお腹空いてきちゃったな。ね、二人とも寿司食べに行かない？回るやつでも回らないやつでもどっちでも OK。 俺のおごりだよ。やったー！五条先生、俺回るお寿司行ってみたいです。回るお寿司って憧れだったんです。行ったことないんですよ。私も回るお寿司行ってみたい。回るお寿司行ったことない。よし、じゃあこれから3人で回転寿司へ行ってみよう。わーい、めでたしめでたし。今日の鬼滅のスクラッチ、誰が隠れてるかみんなわかるかな？正解は伊之助でした。ちょっと難しかったかな。分かった人すごいね。おめでとう。今日の鬼滅のスクラッチ、誰が隠れてるかみんなわかるかな？正解はかなおちゃんでした。分かった人すごいね。おめでとう。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願い。メリー、アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしい。メリー、そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくね。